あなたの心にイルハートはい、ということでね、電撃プレイステーションさん公式への試験中のイルハートでーす。というわけでね、今回はですね、前回ね、東京ゲームショーでお仕事をもらった電撃プレイステーションさんからね、さらに毎月の電撃プレイステーションの紹介をするっていうオファーをいただき、さらにさらに成果次第では電撃プレイステーションさんの公式にしてもらえるかもしれないっていうことでね、イルハートから電ハートになる準備はままです。というわけでね、早速イルハートが10月26日発売の電撃プレイステーションさん元気に紹介していこうと思います。電撃大好き、イエイイエイイエイ。今回はね、初回っていうこともあるんでね、電撃プレイステーションさんはこんな雑誌ですよっていうのを紹介してみようと思います。イルハートもね、毎月バッチリ読んでます。1994年12月16日発売の第1号からナンバーワンのプレイステーション専門誌としてゲーム情報を追いかけてきた雑誌、三度の飯よりゲームを優先するゲーム愛にあふれた人たちが作っています。注目作の最新情報や電撃らしい濃い企画記事が売りで、創刊時から続くコミックでゲームを紹介する初めて物語や読者からの投稿ハガキを紹介する BS の奴隷など、老舗コーナーも今なお元気にお届けしています。あ、ちなみにネプテューヌシリーズの表紙を11回もやってるんだって。あ、しかも4月26日売り号の表紙イラストはフィギュア化予定です。今なんかイラストも表紙とかフィギュア化とかやりたいな。そもそも表紙とか以前に存在が消されそうなんですけど、とにかくそんな電撃プレイステーションさんの今月号の表紙はこちら、じゃーん、ジャッジアイズ、死神の遺言が表紙のかっこいい感じのものになってます。ではでは早速イルハートが今回紹介するところはこちら、じゃーん、勇者ネプテューヌ、12月20日発売の勇者ネプテューヌの話が書いてありますけど、とにかく見てください、もうネプテューヌさんもつららもかわいい、なんかのモブキャラみたいなサングラスがいっぱい見えてるのは何なんでしょう。あ、他にもバトルシステムの解説とかね、いろいろあるみたいなんですけど、今回は何よりゲーム業界かわいいファイルっていうね、登場キャラを一人ずつ掘り下げていく企画が開始するみたいです。正直このかわいいネプテューヌさんたちのイラストだけでも満足しちゃうんじゃないかなって思うんですけど、やっぱイラストのネプリ版のダウンロードアイコンみたいな出れたりしないんですかね。次に電撃ネプの回ではツナコママの4コマ漫画やいろんなファンアートが盛りだくさんです。イラートもね、たくさんファンアートをみんなに書いてもらってるんですけど、まあこういうのってね、本当に嬉しくてね、こうパワーの源になるんでね、こう見ててね、すごいあったかい気持ちになりますね。そして最後にこれはね、イルハートも出てくる素敵なコーナーなんで、みんな絶対買ってみるように。今回もね、カフェ電波姉妹にね、イルハートが登場して、こう1周年記念のお話をするそうなんです。ムムムちゃんとビビビちゃんの可愛い姉妹にもぜひぜひ注目してください。はい、ということで今回はここまで。ね、こういうのを見るとね、こうイルハートもゲームかとかテンプレさんで特集とか組んでくれないかなって思いますよね。
あ、そうだ、この前名刺もあったし、もう連絡先も知ってるし。あー、とにかく今月の電撃プレイステーションも魅力たくさんの内容なので、ぜひぜひよろしくお願いします。これでデンハートへの道が近づきましたかね。イルハートは VTuber になって嬉しかった話。嬉しかった話、なんだろうな、まあいろいろあるんですけど、なんだろうな、やっぱり一番はこうね、なんか見てくれる、応援してくれるみんなに出会えたこと。あとはなんだろうな、あとはね、あれだあれだあれだ、 VTuber のお友達がいっぱいできたこと。いや本当にね、ありがてえですな。あとはね、なんだろうな、なんかね、そうそうそう、この間あのイラハートのデビューしたての頃のね動画をね、ちょっと一通り見てきたんですけど、なんかねめちゃ別人だったなんですけど、まあなんだろうな、この4月にデビューして、まあね、こうドンボンボンってやってきて、こう20話以上ねやってきて、なんか改めて思うのは、なんて言うんだろうな、こう人に恵まれているな。いや本当に思ってるよ、本当に思ってるよ、恵まれているなってすごく思います。なんかね、なんか本当にもうゲームもね本当にゲームもなんか操作もわかんないし、なんかあれなところからねスタートしたんですけれども、こうね、モルドワックスさんとかもね、この間は裏切ってくれませんでしたけど、一緒にゲームやってくれたりとかさ、なんかね、なんて言うんですか、なんて言うんですかこうスタッフさんとかもね、いろいろなんかイラハートのために、なんだろう、偽物のパスタとか用意してくれたりとか、まあ、ケドイン先生もね、なんかお土産って言ってね、お菓子くれたりとか、マックスエンドくれたりとかまあ本当にね、こういろんな人にね愛されて、私は今ねまだここにいられるんだなって本当に思います。こんな感じかな、嬉しかった話。でもね、前にねなんつったよ、いやでもね、なんかなんだろうな、こうあとね、本当になんか人間が好きなので人間が好きなので、なんかこうやってね毎日いろんな人にね、こう関わっていけること、すごく嬉しいなって思います。いいよ、恥ずかしい、なんかおしまい、あ、やばい、あ